ショータに回します。はい、ショータイムゴルフです。面白いこと言ってください。いつも言ってるやん。じゃあじゃあ一発芸一つ。夢中で頑張る君へエルボ。さすが突き出しがね、クオリティの高さ。突き出しのキレが、見てください、見てくださいよ。あ、みんないいとこです。みんないいとこだね。あ、みんないいとこ。ダボボギーボギーボギー。ちょっとあれ、あれしない、飯食ってる時にさ、あのさ、うん、ちょっと翔太のさ、はい、YouTube のコメント欄見てさ、はい、なんか質問してる人に質問コーナー翔太が答えていくみたいな。それを撮ってんの今。貴重な電池を無駄遣いして今コメント撮ってるんですか。翔太、今までのさ、うん、動画にさ質問ない、質問あんじゃん。もう返してるけどね、基本的に。いや、だからそこを質問コーナーを設けないと。だってツイッターのフォロワー8人しかいないんだもん。ツイッターのフォロワー8人はやばい。やばい。フォローしてよ。俺はツイッター持ってない。いや、インスタグラムですよ、時代は。あ、そういうこと？インスタ。うん、インスタもあるよ。ツイッターなんて遅い遅い。あ、俺のインスタはあの概要欄によろしく。プライベートの。プライベートの。プライベート。水曜じゃなくて。水曜だって。プライベートの。結構。混んでますね。混んでるね。月曜日なのに。天気がいいからね。何度ぐらいあるんだろうね。後半は 28.5 度。うん。後半は詰まる。湿度 48% だ。後半ゆっくりできるんじゃない。そうね。とりあえず前半お疲れした。お疲れ。はい、9番。翔太が、あれ9番じゃない、9番収めた。お疲れ様でした。もう一回スコース9番がモギー、ショッターのパッパー、俺たちゴール、ショータイムゴール。グリーンどんな感じ？グリーンは11フィートくらいかな。そんななくね。9はないでしょ。10くらいあるでしょ。まあまあ硬いよね。硬くて速い。硬くて速い。硬くて速いんですか。気温が高い、湿度が低い。硬くて速い。そうか。俺にそれ語らせたらやばい。何ですか。ついて。どれぐらいなんですか。本気出せば1分でいけるよ。本気で言ってますそれ。もう本気出せば。いつも早いって怒られる。噛んでるんですか。早いって怒られるんだ。これ使うわ。やめて本当に。大丈夫、女の子見てないから。ふざけんなよ。人気になったらいいんだろ。やめろお前マジで。やめろ。 99% が男だから。やめて本当に。1% 以上かもしれないですよ。本当にやめて。 0.6% しかいないから、女性。いやもう逆に彼女がかわいそう、俺の。彼女見てないでしょ、別に。見てる、見てる。このサムネなんですか。カツヤ○○か。カツヤ○○。丸○○はやべえよ。あ、でも丸○○だったらいい。あ、そっか。ピーロー、ピーロー、ピーローね。本気出せば1分でいけるって言ってる。あ、そうだ。それ、それ、それやるんだったら、サムネだ。それやるんだったら、あの結末が、その本当にとかじゃなくて、別のオチを用意した方がいいよ。なんすか。わかんないけど、ピーローだったら、なんとかローのオチを用意しないと。いや、ショータイムゴルフは本当に。ね、それ真実をやっちゃ意味ないじゃん。本当のことだから。みんなさ、あの YouTube 見てる人はさ、あ、なんか落としどころうまいなっつって上がるんだから。そんな同調圧力に屈しない状態も、実は浅野克也ホイコーローだったんで。いや、いや、全然意味ない。ホイコーロー使います。いや、それはもう本当に嘘するよ。ナイスショー、ナイスショー。インプレはい、インプレ大ですよ。
カチャさんだって多分プレイ中はインプレイなんですよ。ちょっと早いところで。そうさ、あのさ、下ネタに誘導すんのやめようよ。インプレイ、インプレイ。本当に。あの、視聴者の皆様がくだらねえチャンネルだなって思っちゃうかな。いや、くだらないチャンネルですよ、このチャンネル、コメディ感がまだないから。いや、ちょっと。やっぱコメディ色をカルトに出していただきたい。お笑い役もね。いや、真面目にゴルフを、もうね、上達したいなって思ってる人が見るべき動画でありますよ。だって、この動画は。あれですよね。やっぱキャラクター必要ですよね。そうそうそう。はそのさあ、どうかって。いや、俺のキャラいつもなんかさ、損キャラなんだよね。そんなことないですよ。かっこいいじゃん。かっこいいじゃないですか。やっぱ、なんていうんですか、だから。理由を一個ずつ言え。キャラがかっこいい理由を一個ずつ言え。だから、カツヤさん顔がイケメンでスタイルもいいから、そんなカツヤさんがみたいな。そう、ギャップ？そうそう、ギャップ。ギャップもかっこいいのに面白いっていう。かっこいいのっていう。やばいでしょ。やばい。本気を出そうかな。今のは取れた。最高。そろそろね。今日取れたか。オッケーオッケー。いいだよ。いや、俺は健全なチャンネルだと思って出演させていただいたんだけどな。いや、そろそろこういうの出していかないと。ああ。まあいいや。本気でやるんで。一生懸命やります。はい、ストップ。はい、ちょっと。そうですね。いや、仲いいね、俺ら。なんか仲いいみたいになっちゃった。仲いいんですよ。仲いいんですよ。半年ぶりくらい、実際。そうですね。そうですね。そうですね。本田さん。そうですね。ワールドカップの意気込みはいかがですか？実際確率的には予選敗退だと思う。でも勝てないことはないですね。でも実際これ言ってましたよね。そうだよ。見ました？見た。確率的にはとか自分で言うなよ。でも負けていいわけないでしょみたいな。そのなんか確率を少しでも上げていきます。努力しフィールド上でちゃんと研究しなきゃな。グダグダだから。の水曜の宣伝した方がいいの？カットする今日は。えいいや。はい、じゃあ今日のラウンドご視聴ありがとうございます。いいねと思った方は高評価と、チャンネル登録お願いします。はい、私事ではございますが、僕は、はい、今日っていう、中華料理屋やってます。え、なんで？もう一回そこ別撮りでいいじゃないですか。また切っちゃった？ああ、そうだ、別撮り大ちゃんやって。なんで俺か、俺いらないでしょ。俺いらないでしょ。言ったからいいじゃん。交互に出していくから。あ、じゃあ俺そういうの苦手。俺やだ、俺やだ。じゃあもう一回俺。はい、ひょっこりはんかいく。はい、いい。あ、ひょっこりはん。はい、日本代表メンバーの浅野です。今日はご視聴ありがとうございました。いいねと思った方はいいねで、すごいねって思った方はストップストップ。いいねと思った方は、ひょっこりはん。日本代表サッカー選手の浅野です。ご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいねと思った方は高評価、そしてもっと見たいなって思った方はチャンネル登録お願いします。以上です。どうも。食レポ。ちょっと待って。おー、すげー。みんなチャーシュー。みんなチャーシュー。まとめて全部3つチャーシュー。どうぞ。はい、した。そうなんですよね。それわかります。いただきます。食べよう。いただきます。食べます。いつも飽きた。はい。あ、はいはいはい。どうですか？やっぱ勝利のラーメンはうめえ。本当に乾杯だったんだけど。
本当に。アリオンラムもだってミスる感じなかったっすもんね。ない。早く次回やりたいです。うん。次回やりたいね。練習いつ行く？マジ。次は休みだったら。今週行っときたいね。熱を冷めないし。さあ。最終日だけど、あの、市原高校の向かいからの市原市でやってるスポーツ、年寄りのスポーツやから。おー、彼も遅いな。何カレーも遅かったよね。一番早く食えると思うんだけど。いや、あそこね、重い。最初の向きの方のさ、あれ、正面野球場だったんで、そういうのが出ちゃったでしょ、うん、で、立ててくからさ、どうするって言うのかな、最初ね、で、それを対応日本代表、うまいよ、これ、本当に、うん、そういう時期だった、うん、同じの食ってんなら知ってますよ、マジうまい、うん、最後のチャージだ、うん、視聴者の方に届けた美味しそう水曜の餃子、うん、そっちくじくじくじくうん、すごいね、お腹空いたもん。そりゃそうっすよ。おいらだって昼飯食ってかまで2時間ちょいしか経ってないんですから。そうだね、量が半端ない。アリラのラーメン、ラーメンで書く、ラーメンで書く、ラーメンで書く。本当に味覚なんですか。700円。